皆さんこんにちは、ノーマ。今日も敬老の日でしたが、とっても楽しいお稽古でした。いつもいろんな話を聞いてあげること、子どもたちの自由な感性や表現力を尊重し、自主性を尊重してあげることはとっても大切なことです。音楽は音を楽しむと書きます。無理をしないで少しずつ好きな曲、興味のある曲を弾かせてあげることもピアノが嫌いにならないコツです。今日はプレイエルのソナチネヘ長調を弾いてみます。音のダイナミクスをつけてスラースタッカートを軽やかに弾いてみるのもこの曲のポイントです。1音外せばマイナス5点、1音外せばマイナス10点。楽しみながら即退場ゲーム、なぞなぞ、ダジャレなどを取り込みながら楽しむことも大切です。プレイエルのソナチネヘ長調。違いもします。体調の優れない時もあります。少しずつ練習を重ねることでできなかったことができるようになります。プレイエルのソナチネヘ長調。最後はトゥッティといって、オーケストラストリングの音色を表現しています。左手の音はホルンの音をイメージして弾く曲です。少しずつ曲の形式に楽器をイメージして弾くこともピアノを上達するコツです。プレイエルのソナチネヘ長調でした。